毎日毎日僕らはおっぱいを見てる時だけマジになっちゃうな。前回のあらすじ、目が覚めたらそこはさくらさんの家でした。これはあれですかね、将来夫婦になるっていう前提でお付き合いをしてもいいボタンですかね。少年って料理できる系男子だったんだね。すがすがしい言い方やな。サーバルちゃんの何々のフレーズなんだねみたいな感じの言い方するのやめろお前。できるってわけでもないですよ。やらないと飢えて死ぬだけだったんで、必要だったから覚えた、それだけです。思い出す、俺が料理を始めた理由、最初の失敗、それは炊飯器を壊してしまったこと。壊す。炊飯器って壊すことなんかあるん。母親がいなくなり、毎晩毎晩出来合いの弁当を食べる生活。やがてそれに飽き、胃が違うな、父親が稼いでると言っても毎食800円近くを使っていればとんでもない金額になることに気づいた、あの日俺は自分で料理をしなければならいけないと思ったんだ。それにできる系っていうのはあれみたいにオリーブオイル垂らしたりとかするんで、モコミーチンな感じで料理などに俺は無理だ。俺はあくまで最低限のことしかできないと思うからな。おざれを極めたものなど俺には不可能だ。あれはもうさ、趣味もう好きじゃないとそこまでやらんよなっていうレベルやもんな。モコミーチンはね、要は好きなことを朝も情報番組でやっているっていうね、趣味を仕事にできたタイプの人間だと思うね俺は。炊飯器を壊した。カレーを作ってみようと一人で材料を全て準備をして始めた料理。しかしご飯を失敗した。水の分量を間違えておかゆ状になったのだ。それだけならよかった、まだ普通の失敗だった。水の量を限界まで入れたことによって炊飯器がお亡くなりにならないでたのだ。水入れすぎになったら炊飯器で超えるもんなの。マジかよ、すべて台無しじゃねえか。俺はすべてを台無しする人間なんだ。このご飯はまるで俺の人生だと言わんばかりの失敗だった。そこまでへこむか逆に。でもあいつは、俺の親父は食べてくれたんだ。おかゆ状になっているご飯に中途半端な煮え方をしているカレーを。さてと、姉子の失敗した卵焼きだったものを口に入れる。ポテチ食べてるような音してる。卵焼きなのにポテチ食べてるような音してるよ、さくらさん。味自体は悪くはない、ただ単価が激しいだけなのだ。ただちょっと中が生なだけなのだ。2ヶ月前の卵で生って危険じゃねえかな。でももう食べたからいや。大丈夫？まずいんだったらペッてしてもいいんだよ。姉子は不安そうな顔でゴミ箱を持ってくる。まずいです、ものすごくいい、まずい。やっぱり。でも味が悪いってわけではないし、姉子がせっかく作ってくれたんですから全部食べます。それをすまないことをしたと思うんだったら。だったら、だったら、これエンターキーを押してさ、そのおっぱいを揉ませろって出たらさ、主人公のこと殴ろう。次はまともな料理を食べさせてください。そうだ、その息だ主人公、よかった。父親も俺も同じセリフを言った。次の日、仕事を休んでしまうぐらいの腹痛に襲われたのにな。人体に害あるものを作ってしまったんだよお前。結局のところ、だから俺は一生懸命料理を覚えたんだ。今度はちゃんとした料理を食べさせるために、俺は雑炊の残りも処分に入った。やっぱり美味しくない、そんなことを考えていると、うん、分かった。姉子は笑顔で答えたのだ。よろしくお願いしますよ。そう伝えるのが精一杯だった。さえ僕
いい話や。食後、茶碗とか片付け終わり、お茶を飲みながらテレビを見る。あの有名人亡くなってるんだ。知らなかったの？もう何年も前よ。正常には疎すぎるもので。それにテレビとか普段あんまり見ないもので食後、姉子食べてそうでそうだよな、美味しいものを食べさせてくださいよみたいなことを言った時さ、俺はさ、さくらさんのおっぱいの方に目がいったんやけど、これってもう完全な病気なんかな。俺病気なんかな。気に入ったアニメを見るときか、ゲームをするときしか電源入れてない気がする。まあ俺もそんなもんやけどな。今の顔はなんだお前、今の顔はなんだ。さての前のせ、さてって出てくる前にしたその顔はなんだお前。言われてみればそうだった。タクシー使ったってことは結構離れてるだろうしな。とりあえず一緒に出る。いやいやいや、男と一緒に出てきてたって近所に噂立ったらまずいでしょ。それもそうか。あ、そうなんじゃ、そう思ってくれるタイプなんじゃ。さくらさん、少年、今日大学は？確か学生だと言っていたよね。別に急いで行かなければならぬ用事じゃ、会いたい友人や知人もおらんし、提出物とかもない。今日は自習休学でいいだろう。うん。今日は休みです。そんなことを考えてる人間がだいたい留年とかするんだよ、単位が足りなくてね。そうなの？そうなんです。そうなんですたらそうなんです。そうなんですたらそうなんです。あ、でも昼からバイトあるから、それまでにはつけばいいかな。あ、バイトは行くんじゃ。ちゃんとバイトは行くんじゃ。じゃあそれでいいわね。少年がここを出るときに鍵をかけていく。はい。そしてバイト先で鍵を返せばいいってことじゃない。おい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 、バカなの？アホなの？ジャンクなの？俺が泥棒になるとか考えないの？少年のことは信頼してるからね。マジか。お、俺信頼できる人間っていう、そういう好感度ですか。これはもう少し好感度を上げていったら恋人になるのにも近いような気がするな。まったくこの人は。でもさ、女の人、一人暮らししてる女の人がさ、鍵を信頼できて渡せるってことはそういうことじゃないのって思ってくる俺がいる。だったらせめてお礼としてゴミの片付けとかしてから出るんで。この部屋が綺麗に見えるのは起きた時にざっと片付けたからだしね。からだしね。見えない位置に伏せただけで本当はすごい悲惨なことになってるんだぞ。いいの？じゃあお願いね。おっと、それとこれね。とか言いながら主人公、そのゴミの中を漁っていろんなものをニヤニヤしながら見るんじゃないのかって思ってしまう俺があり。そう言いながら家の鍵と3000円を渡せる。3000円。はて、これは3000円。3000円。ここまで来るのに結構かかるしね。だから交通費ってことで。交通費って、お前は俺の上司か。これはもらってもいいのだろうか。あとお釣りで今日のお昼でも食べなさい。そのくらいはあるはずだから。ニコニコ笑う姉子。あ、姉子悪いんですけど。断りの旨を伝えようとしたその時、そういえばこの間の企画書作りの時に、あ、ここで企画書の話出てくる。高梨ちゃんからもらってもらったらしいわね。なんでそんな話知ってるんだお前は。なぜそれを。彼女ニコニコ顔で私に話してくれてたわよ。そのニコニコ顔ってどういうベクトルでのニコニコ顔ですかね。彼女は良くて、私じゃダメとは言わないわよね。それ何嫉妬してるの、さくらさん。ニコニコ顔で話してるけど威圧感半端ない。オーラが見えるんだろうな、背後にオーラがな。普段もおごられてるのに受け取らないってのもね。ダメだこれ、もらわないとダメだわ。ありがたく頂戴いたします。深々と頭を下げる俺。
調子者と罵るなら罵るがいい。よろしい。それじゃ行ってくるわね。また夕方に。そう言って家を出る姉子を見送る俺。何か俺って紐みたいな扱いじゃね。それは将来的にさ、紐として生きていけるっていうことだぞお前。俺が前にやったゲームではさ、主人公が将来紐になりたいみたいな感じのことを言ってるゲームがあったんだぞお前。いや、変なことを考えるより片付けをしよう。うん、その方が精神的にもいいや。あと主人公、もらった鍵の合鍵を作るの忘れるなよ。バイト終了10分前。今日の仕事ももう少しで終わり。相変わらず人は来ないし、仕事もほぼ終わらせたので時間まで暇である。おいおい、なんか今日も考え事が多いじゃないか。久しぶりに店長出てきたな。店長がやってくる。悩みがあるんだったら相談に乗ってあげるよ。店長ってあんまり頼りにならさそうじゃないですか。より50年以上も年を取ってるわけじゃないんだよ。実は俺はこれまでのことを話す。そうしたらさ、君みたいな年で、あの女性とお二人屋根の人なのかいみたいな。そんなこと言うやすんじゃないだろうな。最初は真面目に話を聞いていた店長だったが、後半はアホ臭くなったのか、割とどうでもいいと言った扱いになっていた。相談に乗るよみたいなことを言うと言って、それは何なのお前。話を総合するとだ。はい。年上系ロリガオ巨乳美女と細かく喋ったな。後輩普通パイの子。細かく喋ったな。当然の生活って困ってる。ああ、紐同然の生活、まあその通りなんですけど、主人公も主人公で何でも容姿のことまで細かく話そうな。そこまで細かく話さんでもいいだろうに。ロリガオ巨乳美女とか、普通パイまで喋っとる。ええ、まあ、大体そんな感じです。どうした、店長。死ねば。ああ、店長、そんなこと言わなそうなキャラクターだったのに、あなた。そりゃ、こういう効果音流れるわな。おっと、本音が出た。隠せ、もうちょいオフラートに隠せ、お前。だって、そうじゃないか。急に孕ませ OK な女が二人も自分に好意を抱いて現れるとか。孕ませ OK って言い方やめてもらえませんか。それなんてエロゲ。それなんてエロゲーを4文字のアルファベットで略す人初めて見た。 SNEG やって。その発想はなかった。別に腹ませ OK じゃねえよ。そういうわけじゃないんだけれどな。否定しようとするが店長に遮られる。ないない、すげえリアリティないし、わしでももう少し話は練ってから投稿するぞ。店長、どっかに投稿してるの？同人誌作家店長。ちょっと、デリカシーないっすね、店長。よくねえよ。っていうか、下水よ。ところでさ、で終わらせるか。通りそうなんだが。マジっすか。マジマジ、大マジ。土地に合わせた言葉に変えないと似合ってませんよ。うるさい。とりあえずはだな、パンツの種類なんだが、男はブリーフ1点だけでいいとして。はい、いいんだ。わしの店で漏らすやつはいねえ。ちょいちょい店長暴言吐きますね、あなた。なんかこの間店長漏らしましたよね。あ、漏らしたな、そういや。え、おわ、あら、以外いればいいのに。自分対象から外だお前、さらっとお前。男の下着なんて考えたくもないからな。暴君すぎる。俺がルールだみたいな感じになっとるやんお前。それよりもだ。それよりもだって片付けるな。なんかちょいちょいあんた、なんか自分が苦しい立場になったらそれよりもだって片付けるな、あんた。問題は女性ですね。緊張が走る。これは
非常に危険な話なんだ。この女性にはこの下着みたいな話には非常に危険なのだ。それこそタケノコキノコや犬猫なんて目じゃないレベルでな。とりあえず今の時間では遅すぎますから今度決めましょうか。それもそうだな。それにしてもここで働いてどれくらいだっけ。なんかしょうもない話の後になんかすごい真面目っぽいいい話っぽい BGM 流れてて、どんなこのゲームの情緒はどうなってるんだ。もう長い間働いているような気がするけどとするよと言いながら遠い目をする店長。今年で2年くらいになるかな。まだそんな時間しか経ってないのか。10年くらい経っていると思ってたと店長。それだとまだマルツーも来てないピュアピュアな少年だったな。でも店長にはお世話になりっぱなしで本当にありがとうございます。頭を下げる。2年の間でもそれなりに深い関係を持っとった2年って感じだったのかな。いや構わんよ、君も苦労しているんだからね。実のお母さんが死んだってこと知っとんやな。知り合いに頼んで物件を探してくれたから安くてそれなりのところに俺は住めたんですし。そういうとこからサポートしてくれよったんだよ店長。ほんまいい人だよこの人。指定してきた値段よりさらに低い額で交渉されたって言って泣いてたぞ。一体どんな交渉をしたんだよ。もしかしてその相手の物件の店の人にの娘さらって脅したんじゃないの。もう少しで1万切れたんですけどね。そこまで言ったらもうなんか訳あり物件レベルになってきてるぞお前。何張りの読めない漢字を2つ続けないでください。で壁のシミから窓の立て付けに文句を言って、2万の家賃を1万1000円まで下げたのはやりすぎだったかな。でも誰も住んでなかったんだ。いいよね。やっほー。さくらさん。まあそろそろバイトも終わりっていうよりすごいタイミングで来ましたね。あ、姉子元気に労働してるかい。相変わらず暇ですけれどね。まあ頑張れ。肩に手を置き、もう上がっていいよと言われる。終わった。だったらまたジョークルに行く。ああいいですね。おごりな。じゃあ待っててくださいねって言おうとした時だった。いらっしゃいませ。ん誰。なんか新キャラ出てきたけど、あとシルエットやめてくださいよ。どんな人なんか気になるで。なんで。え、後期から聞いてな。これってもしかして。親父。やっぱりお父さん。さえぼく。え、なにこれ。まさかのお父さん登場。これはちょっとこの後シリアス展開になっていくよ。なんかそんな気がするよ。ちょっと痩せたんじゃないか。ちゃんと食べているのか。なんかこの顔、なんかお父さんとうまくいってないようなこの顔。お父さんみたいですね。どっかのクソ親父の顔を見ないで暮らしてるんだ。ストレスとは無縁の生活だったんですけど。わ、これ完全に関係悪いやつや。
か頭も痛くなって吐き気もしてきたわ。わ、例えるなら倉田殿の岡崎智也的な感じや。ゲロゲロゲーと吐く真似をする。そうか、それはよかった。何を思ってよかったって言ってんだよ、お前は。こいつには嫌味すら通じねえのか。今日は話があった。俺は別に話すことなんてないけどな。私にはそれを聞かないという権利も俺にはある。その権利を無視するのが父親だ。都合のいい時だけ父親かよ。親というのはそういったものだから。都合のいい時だけ親って。自立なのだから当然だろ。わあ、このお父さんも大人という立場を振りかざしてくるような感じじゃ。なんか喋ることが一元化というよりもへりくつ合戦になっているような。そんなこと言うちゃダメだよ店長。あれはまさしく親子ですね。ガイア、うるせえぞ。だからといって俺は美佐子も心配しているぞ。美佐子さんに会いたくないわけじゃない。俺はてめえに会いたくなかっただけだ。気が付くと体が揺れていた。え、何を食らった？ビンタ、ノーモーションのビンタ。今の一撃を大切に認識できたやつはこの場にいなかっただろう。ハータ本人と食らった俺以外は直立不動の状態からもノーモーションの一撃を放つ。そしてその一撃をまともに受けた。なんでそんなビンタが出るのかって言われても、出るものは仕方ない。てめえ親父には今は殴られたな。まともに喧嘩したことなんてなかったのに。かっこ悪。親父にもぶたれたことないのにって今も親父にぶたれとるからってそういうセリフを言ってくるからや。まあ俺は殴りかかろうとしたその時だった。二人とも見返りにしなさい。姉子。そうだよな、もうちょいマシなセリフはなかったのだろうかって感じやけど、姉子は、ま、間に入って俺と親父二人にげんこつする。あまりの痛さにのた打ち回る。さくらさん力入れすぎじゃないですかね。なんならお父さんよりも力入ってたんじゃないですかね。だが兄子はそんな俺の方を見ようともせずに父親と話す。いきなり殴ってすいません。お父様、私こういったものでして。巨乳袋から名刺を取り出し手渡す。いつもそれから出してるの。もらった人がさ、もやもやし始める、ムラムラし始めるからね。それ、これは失礼と言って互いに名刺交換となる本屋。何この図。そしてさっきから後ろで、わしもやるのとか言ってる店長。うざい、超うざい。店長はいいから座ってて。はい、なんか場の空気に乗り切れてない店長は外野で扱いだ。あ、はい。素直、いいですね店長、素直。だからって椅子持ってきて座っちゃったよ。何分ここはお店の中ですし、他のいないから店長も困っておりますので。あ、店長がショックのあまり固まった。完全に外野に追いやられている店長。仕方ないね、事実なのもん。今のご様子ではお二人ともまともに話せる状態ではないので、また後日に改めて話をするということでどうでしょう。ふむ、確かにいささか冷静さを欠いていたようだ。そう言って店長にも挨拶をした父親は、また来ると言いだけ言い残して去っていった。二度と来るな。店長、塩まいときましょう。塩。少年。前の温度が下がったのかのような声。俺は思わず体がビクッと反応する。まるでいたずらをしている現場を見つかった子供のように固まった。何があったのか話してくれるね。俺も聞きたい。なんかすごい父親と仲悪いやんって。真剣な目、
冗談なんか言ったら数秒後に殴りかかりそうな目。わかりましたよ。話せばいいんだろ。話せば。わ、ここからシリアスじゃ。当分ボケなんか入れちゃいけないような雰囲気になるよ。でもさ、俺の性分だからちょいちょいボケを入れるかもしれないけど、ごめんな。俺は語り出す。自分のお前について。クソの息子はクソだということを語る。そもそも仲は悪くなかったんです。昔はお母さん、母が中学に入ってすぐに病気で亡くなってしまい、俺は父親を助けるために料理とか必死で覚えて手助けしてたんです。いいよって話やな。かの有名な炊飯器爆発事件。親子二人の生活、苦労もあっただろうけど、それなりに楽しい暮らしだったと思います。あの日までは。高3の時のことでした。再婚？再婚したい人がいるという話を聞かされ、俺はここから祝福をしました。あ、ここは、このタイミングでは祝福したんだよな。なんかこういう時ってさ、息子娘からしてみたらさ、ちょっと複雑な気持ちになるんじゃないかなって。いきなりさ、赤の他人がお母さんお父さんになるわけやろ。俺だったらなんかすごい複雑な気分になるんやけどな。まあ、あっさり祝福できたんだ。え？それじゃあ話がおかしくないかって？こっからですから、店長マジ黙ってて。店長が言った。それおかしくないみたいな感じのこと店長言ったんか、お前。まあ、父さんがしたいんだったら構わないよ。俺も聞き分けがない子供じゃないんだし。そうか。母さんが亡くなって5年以上経ってるんだ。俺ももう少ししたら一人暮らしでも始めようかと思っていたところだったしね。うん、ちょうどいいんだね。と冗談っぽく言う。は、笑う。本当にお前はいい子に育ってくれたよな。なあ、この桁からしてこの頃はまだ仲良かったんやなって。やめろよ。別にそんなんじゃないんだからね。ないんだからね。ちょっとつぬれ入ってたぞ主人公。本当に仲は悪くなかったんです。なさそうやもんなこれ。それで相手のことなんだが。ああ、それがさよこさんだろって。正解ですよ。でもな、クイズじゃないんだからですから黙ってね。黙っていられないならどっか行ってて。まあ、店長、まあちょいちょい店長入ってきようやなこれ。要は店長がちょいちょい入ってくるやなこれ。美佐子さんとか。美佐子さん、母が生きていた時に母の看護をしてくれていた人だったんです。看護師？介護士か。介護士なんかな。俺が生まれる前くらいいたみたいですけど、そこら辺はあまりよく分かってません。下手に知らない人を連れてくるより知ってる人だからこっちも安心できるな。そうやな。そりゃそうなるけん別に悪いことじゃないと思うんやけどな。別に悪くない、そう思いました。6つ下の子供がいる。美佐子さんって結婚してたんだ。え、美佐子さんの方もバツイ…え、美佐子さんの方も、もしかしたらお父さん亡くなったとかそういう感じ。え、ちょっとなんかすごい複雑になってきたな。え、なんでショックを受けたようなリアクションだって。別にいいじゃないですか。ああ、そうですよ、初恋の相手が再婚相手でしたよ。店長ニヤニヤしながらこっち見るなよ。姉子も優しい目で見つめない。くそ、大気な当時の子供心がレイプされた気分だぜ。弟か、どんなやつだろうな。別に弟自体は良かったんじゃ。実はな、お前の弟でもあるんだ。だから義理の弟ってことだろ。うん、俺高校生なんだぜ。義理って言葉の意味くらいわかるって。それにこれ見ろよ、この間のもし。もし先生に希望してる大学には余裕で行けるって言われたんだからな。マジで？あ、優等生だったんだよこの頃。あ、そうなの。違うんだ、コウキ。その弟はお前の実の弟なんだ。え？一瞬何を言ってるんだって思いましたね。何を言うんだよ。いつもの
冗談なんだろ。本当だ。親父のあの時の親父の目は今まで見たことがないぐらい真剣で、でも一つの疑問が浮かんできました。ちょっと待てよ、母さん亡くなった時期よりも弟の年が多すぎるんじゃねえか。だってその子の年齢って、まさか、まさか母さんを裏切ってたのか。裏切ってなどいない。じゃあなんで6つ下の、それも俺の実の弟ができるんだよ。それはほら言えないじゃないか。だってお前が母さんを裏切ったからなんだろう。なあ、なんとか言えよ。うるさい。いや、つまりあれ、え、どういうこと。つまりお母さんがおる間にその再婚相手の人と先に子供を産んでしまったってことか。お母さんがまだ生きとる間に。待て。それからは俺は父親と口を一切聞かず、学校行くふりして家を出る算段を立てていました。そういうことになるよね、浮気ってことに。まだお母さん、実のお母さんの方が生きとるにもかかわらず再婚相手の方と子供を作ってしまっとったってことだろ。確かに裏切りや。しかもそれが実は親しい立場の人間だったみたいな感じ、こじれてきとるな、おい。そこら辺は店長ならわかりますね。ここで店長に振るんや。あんだけ入ってくるなんて言わないで店長に振るんや。ちょうどわしと出会ったあたりということか。はあ。皇帝のためにうなずく。そのまま店長のところに転がり込み、高校を卒業して今の大学に行ったんですよ。うん。家を借りる前はうちに住んでたな。あ、そんな関係だったんじゃ。でも大学のお金とかはどうやって。子供の頃からお年玉貯めた分と、母さんが俺のために残してくれた貯金があったんで。でも入学の手続きとか印鑑とかは。あまりよろしくはないんですが、店長に俺の父親のふりで。ああ、そっからの関係だったん。いい方法だとは思わない。だがあの時はこれが最良だと思ったのだ。じゃあ実質父親代わりの人だったんじゃ。この高3のこの事件の後からは父親代わりの人だったんじゃ、店長って。少年、ただ俺は許せなかったんだ。母さんが病気になって死んだのに、自分は別の家族を作っていたあいつが。そうはな。しかも新しい家族になれって。ふざけるな。家族ってなんだよ。死んだ母さんを捨てたのかよ。これじゃあ死んだ母さんがかわいそうじゃねえか。少年、あ、息子としてはちょっと納得がいかん感じなんよ。でもあの日あいつと出会って。コウキ嫌いじゃないんです、好きなんです。大好きで大嫌いなんです。少年、兄さん。あ、このタイミングで。誰誰で、店長は知らないのか店長は知らなかったわ。父親代わりの人間でもこの弟に関しては知らなかったんじゃ。ちょっとえってなったよ今。コウキ、兄さん、俺がおじさんに居場所を伝えたんだ。俺の居場所を知ってるのはお前しかいないんだ。当然といえば当然だな。でもそれは兄さんにちゃんと家に戻って話を聞いてもらいたくて。余計な口を他人が挟むんじゃねえよ。少年、お前に何がわかるんだ。
ダメだ。たった二人だけの家族だったのに、いきなり増えて。言うんじゃない。実は血がつながってるんですって言われても俺は困るんだよ。それを言うな。だから俺はお前が嫌いなんだ。真面目でスポーツもできるお前が。俺は兄さんのことが好きだよ。だからごめんね。はっ、ったく、親父の次は後期かよ。いい加減にしろよクソ兄貴。いつまでダダをこねてるんだ。兄貴が家を出て行ったおかげで俺の母さんは自分のせいだと言って結婚できずにそのまま2年くらい経ってるんだ。あんたは自分が蚊帳の外に逃げて見ないふりをしてよかったって思っているみたいだけどな、まだ終わってねえんだよ。解決の終焉もまだ達していないんだ。物事はまだ何一つも動いてないんだよ。これが弟の愛なんだろうな、本音。何か言うことはないのかよこのヘタレン。うるせえ。お前に何かわかる。何もかも全然さっぱりわかんねえよ。だって自分の本音は語ってくれないじゃないか。あー、何が本音だ。本が散らかったよ。天井片付けて。お前の前でそんな情けない姿。あ、店長、この本はこっちですか。あ、そうですか、こうですね、わかりました。なんでさ、あー、また散らかった。本がまた散らかったぞ。おい、見せられるかよ。あ、この図鑑は店長こっちの 本なんですね、わかりました。あー、またお前の兄貴。まあ、まだこの本どこですか店長。どの辺に行ったって言われてありました。あ、ここですか。はい、ここですね。はい、お前と最初に会った時に言ったよな、思った通りのかっこいい人だったってな。だから俺はお前の前だけはかっこいい大人でいいよって。兄さん、俺最初に言ったよな。ん？俺を呼ぶときは兄貴って呼べって。お？俺は拳を突き出す。お、兄貴。コウキもそれを理解してお互いの拳をぶつけ合う、俗に言う友情の誓いってやつ。握手をして親指を軸にしてくるっとして握り、グーを作ってまっすぐポンと叩いて、交互に2回叩いて、最後にハイタッチで決め。あ、どうしてこんなにあっさり仲直りできたんだ。ほんま話の展開早いわ。早いっつうかさ、なんかあるべき展開の部分、あるべき部分からさ、パッと消えとるような感じがするんやけど、もうちょいなんかあってようやくお互い理解できるみたいな感じなのにさ、なんかちょっと殴り合った程度でさ、なんかお互い理解できてさ、何拳で語り合ってんの。なんか短時間で拳で語り合ってさ、なんか納得しちゃったりみたいな感じになってるけど、兄弟で友情ってなんだよって話だが、意外とそれが正解なのかもしれない。え、稲で変わった関係のおだち、だから友情でいいんだよ。でもなあ、コウキ、お前はなんで親父に居場所を教えたんだ。もしかしてお金もらったんじゃないだろうな。もらったのか。その皮はもらったんだな。いくらだ、諭吉5枚ぐらいか。俺は兄さん。兄貴。兄貴が家を出た理由は結婚を反対してのことだと思ってた。母さんを嫌っての行動から来るものだ。そんなことはなかったよ。この間母さんの料理を食べるっていう兄貴を見て、思い切っておじさんに聞いてみたんだ。ほう、それでおいの居場所を父親は知ったのか。そこでいろいろと話を聞いたよ。コウキ、お前に罪がないことも分かってる。うん、美佐子さんも関係は
少しだけある。うん、ファイティングポーズの体勢お前ボクシング部だからってさ、戦闘体勢に入るな、お前怖い怖い。まあ待って本気で殴り合ったら負けるっていうことも分かってるタイプのやつだね、これは。しかもフリッカージョブかよ。それでも 20% くらいだぜ。全くないって言い切れないんだからな。あ、だけどな、それでも俺はお前が弟だってことは理解してる。大切な嫌いで好きな弟なんだ。それに弟を本気で嫌いになる兄貴がいるかよ、バカ。兄さん、コウキ、なんかちょっとさくらさん、このタイミングで出てこられたらなんかちょっと場違いですね。あのさ、二人とも何ですか、姉子。弟と友情を深め合ってるんだから放っておいてください。うん、何その顔。お前頭の中でこの兄弟愛をちょっと妄想してるんじゃないのか、お前今度のゲームに取り入れようとするんじゃないぞ、お前。すげえ美味しい場所に出くわせて私ったらラッキーって思うけど。あ、本当に妄想してるんじゃないのか、これは。周りの状況を分かってる？はて、状況って散らばった室内、乱れた衣服の男子2人。ちなみに店長は途中でそっとしたので、さくらさんが安全なとこに放置したらしい。あながち俺が言ったようなことを間違ってなかったん。殴り合いよった時に本が散らばったみたいな話しよったけど、あながち間違ってなかったんや。とりあえず片付けようか。ういっす。倒れた棚を持ち上げようとする俺、棚が倒れるくらい暴れたんか。兄貴、手伝うよ。オーケー。じゃあ行くよ。いいぞ。いっそいっそ。せっせせっせ。ああ、いいわ。さくらさん、さくらさん、兄弟愛を見てもう同人誌をネタにするんじゃないぞ。フリじゃないぞ。兄弟が喧嘩を通して本音を語り、熱い兄弟間の友情に目覚めていく。うん、ご飯三杯は固いね。まあ俺はさくらさんのおっぱいを眺めてたらご飯5杯くらいいけるけどね。あれごも手伝ってくださいよ。はーい。さえぼく、なんとか片付いたな。よし、ちょっと長くなってしまったけどよかった。何にせよなんか一瞬にしてさなんか兄弟の関係が解消されてしまったんやけど、けどさ、兄弟の間のなんか和解はできたみたいなんやけどさ、危険なところまだ父親との和解ができてないよな、これ。何気にっていうか、さあこの辺のあれがさ、今後どうなってくるのかってとこだけど、なんかちょっと主人公の過去のあれジレンマっていうのが見えてきた感じで、ここからさらにどう成長していくかっていうのがちょっと見えてくるかと思いますが、何気にギャグがなかった。今回はあんまギャグがなかったけどこんな最悪もあるんですね。ところでさ、一つ言わせてもらっていい？ゲーム作れよ！